名人伝は中島厚氏の短編小説。列紙を主な素材として弓の名人になることを志した気象の生涯を描く。1942年、三笠書防の月刊誌、文庫12月号に掲載された。同月4日に中島死去したため、生前最後の発表作となった。同時期の理料、弟子とは、趣の異なる空和風の小編で、 解釈が研究者の間でも分かれている。完成校とは異なる鉛筆書きの草稿が残っている。9月末に文庫編集部から依頼を受けた中島は書き置いていた草稿をもとに1ヶ月弱で完成校を書き上げた。一般に遺作とされる事業と執筆時期が重なっているため、明人伝の方が完成が後であり、最後に書いた作品だとする推測もある。戦後、 1948年に、畜麻書房第一次全集の第一巻に収録され刊行された。長野と簡単に住む貴士は、天下第一の弓の名人になろうと、名手、比叡に入門し、5年余りの難しい修行の末に、義秘伝を習得する。貴士は比叡を殺そうとして失敗し、さらなる名人を求めて、西の角山に陰性する老子、関陽を訪ねる。 気象は矢を放たずに鳥を落とす不謝の者をか容に見せられ、格山に留まる。9年後、気象は無表情のデクのような要望になって簡単に戻ってくる。比叡をはじめ簡単の住人は気象を天下一の名人と認めて絶賛するが、気象は死者はいることなしと言って名人へを披露しようとしない。弓を取らない弓の名人として気象は帰って有名になる。 その後ついに気象は弓を手に取ることがなく、晩年には弓の名前すら忘れ去るに至る。気象が本当に天下一の弓の名人となったのかどうかは、作中では明らかでなく、リドルストーリーの様相を提している。このため、研究者の間でも気象が真の名人であると言えるか否かについて見解が対立している。小説家の福永武彦は、中島が老僧の いわゆる詩人の姿を描こうとしたのだとして、弓を忘れた気象に、名人の理想像を見ている。佐々木光も、また、者に対する一切の終身は、無と可視許に帰った。彼は、人間気象であるとともに、すでにまた、者それ自体でもあるとし、気象を、弓を忘れ果てた弓の大名人であると解釈する。一方、王の正弘は、気象は、名人ではないと考え、 中島の意図は、名人と名人を偶像化する価値観への会議であったと解する。各例例は、比叡は希少を天下の名人だと評することで保身を図っているとし、至りためはなすなく、死者はいることなしについても、無意は自然に従う態度で、すべてを捨てて何もしないこととは全く違う。希少は、無意の境地に達したとは考えられないと述べ、名人では、 従来言われてきたような名人の一大記ではないとしている。山下正氏は、偶話作者を名乗って作中に登場する語り手と、作者である中島を区別することを提唱している。山下によれば、希少を名人と信じている、偶話作者の語りたい偶話の内容は、名人になるということは、究極のところ、弓すら忘れるということなのだが、真の作者にとっての主題は、 比叡の言葉だけを盲信し,して、希少を名人に祭り上げ、名人を偶像化する人々の姿なのである。この真の作者の視点からすれば、希少が名人であるということを信じている。語り手も滑稽なのである。山下によれば、名人伝は、名人を純粋さの体現者とする通念に対して、名人を突き詰めれば、木偶に至るということ。 そしてその名人を偶像化することの滑稽さを描いた作品であるということになる。青木純一は、この作品で記されていることは、行動の言語習得によって自意識は滅ぼしうるが、その結果、名人となった人間は、木偶に等しいというアイロニーであると述べつつ、名人となった気象は自意識の偶意を描いた、文字化のエディバ博士とは対極に位置するように見えるものの、 共に非人間的な存在の目偶や妖怪である点では変わりないとしている。そして自意識の過剰な運動は生命の衰弱を招きかねないものだが自意識そのものは滅ぼし去るべきものではないということが小説家中島の立脚点であるとして理量や光と風と夢の人物造形を鑑み人間は自意識の苦悩、名望、決意を通じても 歴史の人間的な高級の真実に触れることができる。少なくともその光の中に立つことはできると、中島は信じたのではないかと考察している。烈紙を主な素材としている。気少、悲営、寛容は烈紙等問題古編に弓の名詞として登場する。弓の技量を示す作中の逸話は、烈紙皇帝編、中字編、戦国作等に別々にあるものを中島が、 再構成したものである。絵本舞台作品人形アニメ漫画。ありがとうございます。